おお、いきなり操作。すごいね。こんにちは、リュウボンです。ワイルドハーツをね、やっていきますが、なんかキャラクリとかいろいろあんのかなと思ったら、多分ね、一旦操作してみろみたいな感じだと思いますね。で、このゲームが多分ね、なんかモンハンチックなものなんじゃなかろうかみたいな風に話されてますけど、あ、ジャンプできるね。おお。かっこいい。はい。でね、ちょっとね、だいぶ俺ちょっと期待してたんだけど、陶器伝チームが、開発してるのかなってちょっと思ってたんですけど、どうやらね、陶器伝チームとは別ですよっていう記事をね、昨日ぐらいに見て、あ、そうなんですねって思ったね。結構ね、だいぶね、陶器伝かなとか思ってたんだけど、まあ、そもそも鬼だしね、普通に考えたらね。で、ROV で、あ、カメラリセットあるタイプね。はい。で、グラフィックなんですけど、これ一応ね、プリセットで最高にしてあって、一番綺麗なはずなんだが、まあ、グラフィック自体は、そうね、多分ね、グラフィックの良し悪しとか、テクスチャの良し悪しって、こういう草とかね、石とか見るとわかるんだけど、まあ、普通ですね。うん。だから、なんかまあ、アクション性とかそっちの方に期待って感じかな。これあれだな、すぐ振り返るっていうのはできないみたいなね。まあでも実際ロックオンとかあるかもしれないから、わかんないね。で、まあこのね、この辺の動きは、あれ？どこ行った？この辺の動きはね、実戦で、あ、ここか。実戦でどうせチュートリアルで出るので、このコンボをやれ、みたいな感じで。今は、お預け。お、出たよー。いや、俺がね、結構楽しみにしてて、このゲーム。ほとんど前情報なしなんですよ。最初の、音楽流れたね。最初のね、なんか PV だとか、なんかこういうゲーム出るよぐらいのやつを、1、2本見て、もう買うって決めてからは、もうその後の情報全カットしてます。ので、わかんない。なんもわかんないですね。今の上がり方ちょっと、ふわって上がるね。はい。で、まあ何者かのね、死骸がここにあると。しかもなんか尻尾に、尻尾があって、とりあえず、普通の生物じゃないですね。おっと、モハみたい、ここ。これはもうポーン降りていいんだが、ん？あ、あいつが渡った後が崩れたのね。来た。バット。あ、オッケーオッケー。で、ロックも片手突きがあるね。お、近い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 。いいね。おもろいよ、おもろいよ。血が出ないね。死んだ。ロックオンできないね。雑魚だからかな。OK。で、ノート。今のゲージなんだろう。なんだろうね。ちょっと待ってね。一瞬出たんだよね。うん、ね、なんか今変なゲージが出たね。で、あれは、剥ぎ取りとかは多分これチュートリアルだからかな？何かしらアイテムゲットできたらいいなと思ったんだけど。で、あ、なるほど。これで、あー、ゼルダっぽい体力ゲージ。なるほどね。ゼルダやったことないけどね。ワイルドなんとか。なんでこの動物を追ってるんだろうね。気になるから。オッケー。で、こういうとこ登ったら、自然としゃがむみたい。
今のところなんか普通の仮ゲーだけど大丈夫？なるほどね。長押し詳細。あれ？あ、消したの？で？どうすんの？あ、撫でるとこあるよ。撫でようか。L だよね。間違えんなよ。すごい。習得する。竹の子、あ、取得か。取得する。竹の子角。アイテム拾うのは L トリガー。なかなかちょっと珍しいアクションだ。ボタンの配置が。もうここまでプレイしてだいぶ分かったけど、だいぶ陶器伝じゃないね。もう、なんか生き物だからね、相手が。よっこいしょ。さて、まだね、ちょっとね、プレイした初感のこの感想しか言えてないんだが、あれなんだろうね。ちょっとああいうとこ行きたくなっちゃう。なるほどな。あんまり長いこと捕まってられないんだね。ここはダメと。よじ登れるところは多分こういうグレーの、こんな感じのところだけ。あ、なんかあったね。なかった。ないか。気のせい。気のせいだね。うん、いい感じだね。だからアイテムとかあんま気にしなくていいのかな。だってキャラクリもしてないし、ね、性別の変更ぐらいできるだろうからさ。あんまアイテムとかも気にせず行ってみるか。これトゥームレーダー思い出すな。俺が初めてこの、こういう、なんか描写を見たのがトゥームレーダーだったから。さあ、かかってこいや。あ、これはいい子だね。どうした？あ、違う。何？調べる。全く意味がわかんないけどね、今のところ。あ、なんか持ってる。何？死体だ、これ。カラクリってやつ。どういうこと？この人は何をしてるの？大丈夫？ちょっと、俺。ちょっとごめん。少し不安になってきた。音の主、あ。ほんとだ。三味線の音がするね。琵琶か。誰？お主、外より来たものか。仮面か。ここで会うたのは何かの縁。少し話をしようぞ。かような場所を訪れるものがあるとは。ここがどのような地か知った上で参ったのか。サンガとつながり強大なる力を得たもの。大地は操り、物は住みかを広げるもの。獣、彼らに人が敗れ去った地、それがこの東の国じゃ。東、住まう民は広がる獣の縄張りを恐れ、今日を生きる糧を得るのがせいぜいじゃというのに。いや、千なき問いであったな。お主のいでたちを見ればおのずと分かろう。その絵画に備えし小手、腰に携えし刀、いずれもありし日にこの地で生まれたもの。それを持つということは、狩りを生りわいとする古の一族、その末裔であろう。
お主、獅子狩りじゃな。知らないからな。てんてんてんにしとこうか。そのような格好、獅子狩りの他にあるまい。わしの目はごまかせぬぞ。そういうわしは何者かと。見ての通り、ただの学士じゃよ。名は、ムジナとでも呼ぶがよい。先ほどの楽曲は、ただものとは思えない。その面は一体、ただもんじゃねえだろ。いや、俺それをちょっと言いたかったのよ。こっちのなんか素性をさ、探っといて、で、じゃあ、わしは、ただの学士じゃよ。それは買いかぶりというものじゃ。元なんとかみたいな。わしは、だろ。吹けば飛ぶような影帽子にも等しい存在。地に足つけた力ある者たちと一緒にされては困る。今はわしのことよりお主の話じゃ。その生い立ち、志、すべてを聞かせてくれ。この地には伊豆から参ったのじゃ。キャラクリかな、ここ。どうしようかな。西、北、獣道をだって大陸から、これもう関係ないからな。まあ、南にするか。なんかね、今寒くて南の国行きたいじゃん。それは誠か。南の海は波高く渦巻き、船の一艘も渡って来られぬと聞いていたのじゃ。こういうタイプのキャラクリのゲームたまにあるよね。いずれにせよ、獅子狩りが日の元で栄華を誇ったのも今や昔。西国では獣をよそに武士が天下を争っておる。食いはぐれてしまう獅子狩りの王家は死なげ。ある者は獲物を捨て田を耕し、ある者は野党に身をやつし。あのさ、ちょっと選択肢出てからね、ちょっと言おうと思ったんだけど、長くない？あのオープニングというかさ、食いはぐれた武士の地に、武士のように居場所はない、彼より戦を求められる、もとより寝なし草。これかっこいいよね。俺南から来て寝なし草だって言ってみたいもんね。いつから一人かは知らぬが、初めからではなかろう。人と共に生き、人の営みをつないでこそ、獅子狩りとしてのお主も輝くじゃろうに。じゃが、生まれ育った地を捨て、一人で東の国まで旅し、それでもお主が獅子狩りでいようとするのは何故じゃ。わかんねえ。なぜお主は獣を狩る？人の暮らしを獣に行う。これが第一候補だね。で、珍しい獣を狩って一攫千金、より強き獣との戦いを求めて竜みたいなね。で、その理由を見つけるためだ。なんか一番下がさっきからなんかあれだな。まあ、二連続だけど、好みの回答だな。このおっさんがちゃんと自分の正体を明かすまでは、俺はこういうふうにはぐらかし続けるからな。おお、全問答のようじゃん。お前が悪いんだ。しかし、答えを求めた多くの者が、それにたどり着けないまま生を終えておる。果たしてお主になせるものじゃ。やめてよ、そんなこと言うの。いかんいかん、弱いを重ねると説教臭くなってしまうのは。マジで投げ。人のさがかの。これボタン押したら。じゃが、お主の目的はよく分かったとえ、お主の目的が道半ばで変わろうと。いい、喋ってる最中で飛ばして。しがりであることを捨てぬ限り、そうしてこの東の国で。このぐらいだったら聞くわ。長話もこれくらいにし。本当よ。そうそう。ああ、わし。傘を取る。で、顔、キャラクリでしょ。あ、違う？かなって思ったんだけど。だよね。
で、多分今ので性格みたいなのがあれなんだろうね、決まったんだろうね。ちょっとあれだね、どんなんがあるのかだけ、まず、はい、こんな感じと、で、女性がちょっと細いね、体格っていうね、かっけえな、なんかあれバスケ選手みたいな、アジア系のモデルかな。で、鼻ピー、鼻ピーしてるように見えるね、左のサムネイル。鼻の小鼻が光ってるだけだね。外人。外人ってね、白人。どれもこれもやな。なるほどね。これが中東系で、おじいちゃん、おばあちゃんか。で、ヤマトみたいなのと、白人の姉ちゃん。じゃあ、とりあえず体格な。難しいな。体格っていうか、まあ、多分、こっからいじってくんだと思うんだけど、顔が、まあまあ、これが一番、普通っぽいから。で、ちょっとね、こっからはね、キャラクリってね、やってる本人だけが正しい気がしていて、ちょっと、サクッと作っちゃいます。はい。結構時間かかっちゃった。どんぐらいやってる？おぉ、下手すると12、3分やってるかもしれない。こんな感じですね。で、インナーをね、インナーがね、全部で、こんだけのね、種類があるんだけど、今回ね、ちょっとね、入れ墨をバリバリに入れてて。で、たまにほら、見たくなるじゃないですか。せっかく入れたから。で、これね、右腕ね、本当は肩とね、この腕、両方に入れたかったんだけど、腕に1個しか入れられないんでね、ちょっと仕方なく。で、こんな感じで、当然、バキバキのマッスルマンで、マッスルウーマンだな。で、髪型がね、ちょっとね、ハンマーバキの女バージョンみたいなイメージなんだけど、どうだろう。ちょっと赤髪やね。つう感じで、だいぶ変えたね、デフォルトから。うん。で、まあ、声はそのうちね、出るから。つう感じで、ようやく。で、装備するとこんな感じだね。でね、頭装備、なんか表示、非表示があるんだけど、これちょっとね、慣れちゃうから、まあ、非表示で。で、襟元をね、こう、口元をこうやって出せるんだけど、なんかこっちの方がいいかなと思って。で、多分これ後で変えられんでね。つう感じで、完了。OK! おぉ、リュウボン、これ英語だよね。めっちゃ遅いけど反応。大丈夫？ん？はい。時に。あ、いい感じ。お主には行く当てが。可愛くない？か。なければ、わしが一つ示してやろう。これね、化粧結構こだわってるんですよ。霊峰より東、春霞の古道を抜けた先に、人の暮らす里があるのじゃ。それこそが日の元に数少なくなった獅子狩りの里の一つ、港と呼ばれておる。お主にとってそこは、ん？何？氷。あ、もう完全にこの異能の力みたいなのあるんだね、モンハンみたいに。ありえないじゃんね、だって今。ん？現れおったか。わかるじゃろう。これこそが獣の力。大地を侵食し、己が縄張りへと変じる技。このままでは閉じ込められるぞ。天然の雪蔵の中で凍え死ぬ獅子狩りが一人。お前は？ハロー。それでこそ獅子狩りよ。ほれ、奴らの気配が近づいてきたぞ。見守っておるゆえ気骨を見せよう。そこで座ってみてな、ジージー。ワンちゃん。あら、天女みたいな。ね、羽織っとる。呼ぶな、呼ぶな。増えそうやんけ。文字通り
そうくは気をつかか。お主の腕の見せ所じゃぞ。当たった？当たった。やば。一撃も食らいたくねえな。オッケー。なんか体力多くね。で、あいつが死んだか？死んでない。なんかあいつ呼びそうでやだね。危な。オッケー。まだ。なんか。とどめを刺す。獣の親玉は吹雪の先におるじゃろう。どういうこと？気をつけて行くがよい。あ、なるほど。すっごいね。とどめを刺すって素晴らしいね。やばー。で、この先か。すごいね、とどめを刺す。で、あれが、ハギ取りなんだよ、いわゆる。虫の息状態なんだね。ほっといても多分復活とかしないでしょうね、きっと。なんか可愛いね、こいつら。多分、草食系だと思うわ。全然当たらんけど。可愛いな。ちょっとゆっくり見たいね。なんか他に技ないんですかってちょっと。なんかね、ウサギと鹿をミックスしたようなハイブリッドのような。さあまとめて、ああ一個一個押さないといけないんだね。モンハンはもうね、おしっぱだからさ。ちょ。長押し嫌だな。オッケー。雨がすごい。カメラのあれだな。ちょっと感度がすごいな。変えたい。なんだこの青い。しかし俺のキャラがイベント中ですげえ可愛く映ってて。嬉しかったわ。やっぱ俺。そう、化粧の話。このね、アイシャドウ、あ、わかんねえか。わかんねえな。昔はこうやったらね、昔のゲームは。あ、見えるね、ちょっと。あー、まあいいや。あ、見えるね、ちょこっとだけ。このね、アイラインとね、アイシャドウのね、濃淡の具合をね、表現するのにすげえ大変だった。うわ、でけえのがいる。大型、あれ。よし、録音できる。やば。ちょっと必殺技とか教えてよ。かっけえ、狛犬見て。これパッケージモンスターいうやつやね。違う？イノシシみたいなやつだった気もするんだよな。おいおいおい、どこ見てんだい。おお、当たった。ちょっと待ってください。わあ、あんなことやる。あ、なるほど。おいおい、危ない危ないって。当たってるね。危ない。あ、当たってる当たってる。で、体力ゲージ、チュートリアルだから体力ゲージが存在しねえわ。なんか来る。あ、痛いね。タックルもすんのか。痛いな。ん？あ、ロックを外れたと思ったら。
まだこの特殊な能力を一つも使ってないからね。チュートリアルとして出てこないから。カラクリっていうのもあったよね、戦闘中の。逃げたね。なんでだろう。雨が止んだ、雨というか雪？みぞれ？もっと強いやつが出てくるのか。長いね。ん？そう、なんでこんなにやられてんだよ。ん？ん、ちょっとこれ人によっては酔うかも、今の。でっけラオシャンロンがいた。あ、なんか、埋め込まれとんな。埋め込まれて攻撃でこびりついてんのか。すげえ、なにこれ。ワンダ、ワンダ。これがタイトルなんだ。ワンダと巨像。俺やったことないけどね。なんか巨像の、体にはしごとかあって、それを登ってって核を潰すっていうゲームっていうのだけ知ってる。神ゲーらしいけど。足りん。されど望みの意図は途絶えておらぬ。これよね。なんだろうね。これは種。あまたの命綴りしからくり。獣は枯れ。それのみがお主のしるべとなろう。港へ向かうのじゃ。獅子狩りの残した里、お主の始まりの地へ。